どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロお届けしたいと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレで、弾くというか歌ってもらうというか、とにかくメロディーをですね歌うように奏でていくということでございます。はい、今日やりたい曲名もういきなり紹介しますけど、こちらでございます。ドン、オウムとの交流。ランランラララン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 、めちゃくちゃ名曲でございます皆さん。あのメロディー、ランランランで歌うのもいいですけど、このね、ウクレレでこのあのメロディーを、柔らかく思いを込めて奏でていきましょう皆さん。はい、いつもの流れの解説にも早速入っていこうと思うんですけど、まずこのタブ譜という簡単楽譜があります。これの読み方概要欄に貼っとくんですけど、今さっと説明すると、一番上の線が1弦2弦3弦4弦っていう風になってます。そしてこの数字がですね、フレットの数なんですね。これ最初、2弦のだから5、8、7、5、7みたいな感じでいくんですけど、ちょっとやってみると2弦の5ですから、2弦の5フレットってここですからね。はい、ここを押さえて7、8、7、8、7、5、7、7、4、こんな感じです。はい、パズルゲームみたいでしょ？このタブ譜、これね、分かってくるとこの、読み方、どんどん分かるようになるんですけど、ひとまずはまずね、概要欄にも読み方の解説動画貼っときますけど、今みたいに進めていって、この曲、一曲弾いてみようということでございます。そしてですね、この今のタブ譜を見ながら、ガズが最初にデモ演奏して、いくんですけど、皆さんそのね、タブ譜と、ガズのデモ演奏を参考にして練習していただいて、その後、マイナスワンというものがあります。マイナスワンというのは、一体何かというと、ガズが皆さんの演奏の伴奏をします。はい、マイナスワンというのは主旋律を皆さんが弾くということです。その時にはですね、今回は G ラボのこのブラックビューティーモデル、このアコースティックウクレレを使って、アンプに通して弾いていこうというふうに思うんですけれども、これですね、今回両方とも、メロディーはね、この G ソリッドウクレレ、はい、G ラボのエレキウクレレ G ソリッドの、今回は、GJ モデルを使って、このGBOX というウクレレ専用アンプ、これ G ラボガズレレでリリースしているもう最高品質のアンプがあるんですよ、ウクレレ専用アンプ。これの詳細ちょっと概要欄に貼っとくんですけど、めちゃくちゃいい音です。で、マイナスワンではこっちのブラックビューティーモデル、G ラボのアコースティックウクレレをこっちのアンプで鳴らすのもまたすごくいいんで、このね、サウンドの方もちょっとチェックしといてくださいませ。はい、そしてですね、今回このオウムとの交流なんですけど、マイナスワンの時のコード進行、伴奏をみんな知りたいですよね。その解説はこれを見てください。はい、弾き語りで、ラン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 ってやってるガズが、これ結構昔のレッスン動画なんで、もしかしてこれ改訂版を上げるかもしれないんですけど、2018年のレッスンなんですけど、ここで詳しく弾き方解説してるんで、こっちもぜひやっていただいてですね、ランランランで歌うのもやっていただきながら、もちょっとこのガズメロと2つぜひやってみてください。こっちの弾き語りの方のレッスンももちろん概要欄にね貼っておきますんで、チェックしてみてください。はい、そしてですね、この今ガズメロですけど、普段はですね、皆さんウクレレほんと簡単だから音楽まず始めてみてという感じで、弾き語りのね、ウクレレレッスンのプログラム、ガズレレ、めちゃくちゃもうそれをね、まずやってほしいんですよ。なんで、初めて見た方とか初心者の方は、まずですね、簡単弾き語りプログラム、ガズレレのやつやってください。概要欄に、まず最初に始めてもらいたいレッスン動画の URL、載っけときますので、そこで練習して、いろんな、とこチャレンジしていただいて、そのうちね、このガズメロもやっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それではですね、早速やっていきましょう。タブーを使ったガズのデモ演奏の方から最初にやっていきますからね。ガズが、どんな指使い、右手も左手もどういう風に使ってるか、ちょっとね、このエモーショナルなスライドとかビブラートみたいなのもちょっと入れていこうと思うので、その辺もですね、ニュアンスをちょっとしっかりキャッチしていただいて、タブ譜を見ながら、ご覧いただければという風に思います。まずはデモ演奏やってみる。1、2、3、4。
かがだったでしょうか。いやー、これはですね、めちゃくちゃこの泣けるリズムというか、すごい来ますよね。今結構ゆっくりめでやったんですけど、それでも、なんでここの、結構ここ忙しかったかもしれないね、右。でも指一本でもいけると思いますからね。ゆっくりタブ譜を見て何回も覚えてやってください。これいつも言ってることなんですけど、タブ譜ってパッと見てそのまま弾けるっていうもんじゃないんですよ。やっぱり覚えないといけません。今のガズさんの演奏も全部覚えてますからね、ガズさん。だからああやってこうやってなんかこう、見ずに弾けるわけなんです。ここまでちょっとね、覚え込むのはやっぱでもね、もう慣れてくるとですね、なんとなくこの、ここの景色で覚えられるようになりますから、まずは最初はタブ譜とにらめっこになりますけどね、そのうちすぐ覚えます。はい、その辺のこともちょっとこの後ね、じっくり解説していこうと思うんですけど、まずは、ガズメロのタブ譜をですね、今映ってたけれども、ちょっとノートに書いてあるやつをですね、画面上に大きくシェアしようと思います。こんな感じで書いてるんですけど、これね、ガズクラブでダウンロードできるようにしておりますんでね、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたオウムとの交流のタブ譜を含むガズメロでいろいろやってるタブ譜、もう他にもいっぱいやってるんですよ、ガズメロ。それの他にガズレレでやっている弾き語り、もう1000曲以上の楽譜がありますからね。もう膨大なストックの楽譜の中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードしていただけるよという画期的なサービスなんですよね。はい、でこのね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にも毎月2回大セッション大会、画像が行われていたり、皆さんの演奏動画アップロードできるね、Facebook の非公開ページがあって盛り上がったり、なかなか面白いね、活動になってますので、ぜひチェックしてください。あとね、ちょっと違いますけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっち大学ですから、かなりね、ハイレベルなことをやってるんですけれども、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による濃厚講義、質問し放題で、過去のアーカイブも全部見放題ですからね。これもかなり濃厚です。ただし、ちょっとね、レベル高いんで、16ビートとかカッティング練習してるぐらいの方が入ってくれるといいかなと思います。あと、毎朝7時半からラジオ配信、こっちは無料で、いつでもどこでも聞いていただけるラジオ配信してます。毎朝7時半から、配信中365日やってます。はい、スタンド FM というラジオアプリとガズラジ YouTube チャンネル同時公開中、ぜひ聞いてください。今言ったこの3つのこと概要欄に貼っておきますので、ぜひねご活用いただきたいんですけど、ひとまずタブ譜の楽譜移していきます。はい、まずここ1番、ラン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 、この4フレットがここに入って、俺同じ4フレットですからね、ラン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 、最初はララララランランランというメロディーです。はい、これがまず1回目ですね。一時停止で書いていってください。はい、それでここに2って書いてある、これは全くここは一緒です。ランランラララン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 、ここの4フレット、このランランラン一緒ですからね。ランララランランラン、ここのメロディーが変わります。ダラララランランランですね。はい。で、今度ここ一番盛り上がるとこ。ラン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 ってなります。で、またここ戻っていくと。2をやってほしい。2をやってほしい。こんなような構成で、今ガズメロでやってみましたということで、はい、移しとくので一時停止で書いてみてください。はい、まあ今言ったようにガズクラブでね、このタブ譜のデータをダウンロードしてもらうのもいいけど、書いてもらうのもすごくおすすめですよ。はい、やってみてくださいということなんですけど、まあちょっとこれから解説していきます。今日の曲でやっぱポイントになるのは、まずはですね、今回はいつもねこのエリアをポイントにするといいよということです。今回は比較的5フレットから8フレットの間でずっとこう、行ったり、4フレットからか。4フレットから8フレットぐらいまでの間のところでやってるんで、そんなに上下はないんですけど、その代わりと言っちゃなんですけれどもですね、フレットのこの移動はそんなないんですけど、弦をまたいで弦飛びがいっぱいあるんですよ。これが結構ね、面白い。まずポイントは2つあります。まず最初のうちの、でん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 、ここ。でん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 、1弦の7フレットから3弦の4フレット。ここですね。こういうところ。こういうところね。右手がね、弦がちょっと1個飛ぶからね。僕は1弦は人差し指、4弦は親指で弾いてますけど、1本指でもいけると思いますけど。ね。ちょっと慣れが必要。まあまあ、できると思います。もうちょいゆっくりやればね。伴奏もゆっくりやればできるかなと。そしてあとね、ちょっとね、やっぱり、早いかなと思うところがあって、そのスピード感ちょっと注意なんですけど、ラン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 、ここはいいでしょ。ラン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 、この後、ラン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 、この、
流れるようにこの辺弾きたいですね。ちょっとだからテンポゆっくりでやれば大丈夫だと思うんですけど、ガズの伴奏もちょっとゆっくりめだったんでですね、これ大丈夫です。あとその後ナンナンナン、このナナナナナ、ここもねちょっと早いっちゃ早いですね。まあギリギリ一本指でできると思うんですけどね。でその後また弦が飛ぶところからなんですけど、デンデンデデデデデデンデンデンデデ、ここ1弦の5、2弦の5、5、ここ1弦の5と2弦の5と5なんですけど、ここがですねきっと難しい。ちょっとね、あの悪い見本というかあんまりいただけない感じでちょっとやってみると、デデンデンデン、これ和音になっちゃってますね。じゃなくてちゃんと一個ずつ止める方がいいですね。はい、わかる？今みたいあの良くない例としてはコードみたいにってなっちゃうとなんかぼやけちゃうんで、ガズの場合はこういうふうにここでミュートして一本ずつちゃんと音が出るようにしたいなと。ということですね。あと、気づいた方いるかもしれません。ビブラートとスライドとハンマリングオンという技がいっぱい実は入っています。この動画を見てもらうと、そのね、詳しいやり方書いてあるんですけど、ちょっとやってみますと、最初のうちね、ビブラート。こうやつね。今わかった？スライド。ハンマリング、早かったらここハンマリング音で。ね。叩きつけてるんですよ。こういうのも、あの裏技で使うことはできますけれども、まあ、順番で言ったらこっちのね、今、あの、紹介してこのハンマリング音とかスライドとかビブラートがですね、あの、かなりレベルが高いんで、まずはこのタブ譜の通り、タイミング通りに弾くっていうのを最優先。その後に余裕出てきたら、ビブラート。このビブラートもね、こういう曲でやるともうすごい気持ちがいいんですけど、気持ちいいってやってると次のフレーズ忘れちゃったりするんで、その辺のまあ意識のもうあんなやつもありますけれどもですね。まあとにかくタブ譜、さっきも言ったけど何回も何回も弾き倒して、もう覚えるしかないです。もうここの景色を覚えてください。ダンダンダダダンダンドン、あ、高いところ低いところみたいな、ここのストーリーを頭に思い描きながらこうフレーズをあの覚えていく。ぜひあの楽しく覚えていただいたら、次はマイナス1ですよ。皆さん覚えてもらったらガズが今度は伴奏しますからね。はい、伴奏ではさっきも言ったけれども、Gラムのブラックビューティーモデルウクレレで、皆さんの演奏を後ろからバックアップ、フォローアップしていこうと思います。はい。これを今ね、このアコースティックウクレレもね、これめちゃくちゃ相性いいんですよ。なんで今ちょっとこれ繋いでいきますんでね、ちょっとあのセッティングします。はい、セッティング完了しました。ちょっと音聞いてみましょうか。っていうエフェクターが入ってるんでめちゃくちゃあのいい音なんです。広がりがあるんです。はい、これで皆さんの、バックアップをしていこうと思います。ゆっくりめにやるんでですね、ちょっと深呼吸して落ち着いてトライしてみてください。やってみる。1, 2, 3, 4.
かがだったでしょうか皆さん。これね、あのゆっくりやってもやっぱりちょっと忙しく感じちゃうところがあると思うんですけど、そのガチャガチャしないメロディーを弾くのを心がけてくださいね。あのうわわわってなると演奏面もねすごく現れちゃうんですよ。特になんかこの辺のガチャガチャになっちゃうとダメで、なんかこう余裕で流れるような演奏をちょっと心がけてもらうといいかもしれません。あ、ちょっと今あの言い忘れてたんですけど、この曲4弦が登場しないので、皆さんが持ってるのは通常のこのロジーじゃないウクレレでもできますからね。つまりこのウクレレでもみたいな感じで全て弾くことができるということで、そこもご案内しておきます。はい、そういうわけで今日はですね、オウムとの交流、あの風の谷のナウシカであの流れるもうね、もう泣きそうになっちゃうあの曲を奏でてみようということでレッスンやってきたんですけど、いかがだったでしょうか。このめ、あの歌うのもね、ラン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 もね、このバージョンも見てもらいたいっていうふうに思うんですけれども、まあ、このメロディーで歌うっていうのもいいですよね。さあ、アンサンブルができたり、仲間と一緒にあの片っぽがコード弾いて片っぽがメロディー弾いて、それで二人で一緒に最後歌うとか、そういうのお楽しみをできると思うし、一人でも楽しめる。ガズさんのマイナスワンをどんどん使ってもらって、あちこちで演奏してもらうのももう本当に素晴らしい、いいことだと思います。ぜひご活用していただきたいんですけど、他にもガズメロかなり曲数増えてきましたよ。概要欄にガズメロのね、曲名リストの URL 貼っとくので、他の曲もこのタブでどんどん楽しくプレイしていきましょう。はい、そしてお知らせです。このイベントあります。長野県の松本にあるイオンモール松本島村楽器店さんと一緒にですね、イベントをやります。しかも無料イベントです。でも無料といえどもガズさんもガチでですね、めくるめくもう 120% のイベントを考えてますからね。でも無料ですけど申し込みが必要になります。あとね、島村楽器と別注のね、この G ラボウクレレ、すごい面白いウクレレもあるんで、概要欄に詳細貼っとくんで、ぜひ皆さんちょっと長野県のですね、真冬の長野県、すがすがしい空気浴びに来ませんかということでございます。はい、お越しください。はい、そんな感じで今回のガズメロのレッスン終わりたいと思います。楽しく音楽していこう。それじゃあさよなら、バイバイ。